さんは永久凍土を知っていますか？永久凍土とは、地中温度が年間を通じて0度以下で常に凍結している土壌のことです。北半球の大陸のおよそ 20% に広がっています。日本では富士山山頂付近、北海道大雪山山頂付近などに存在が確認されています。シベリアの永久凍土帯では研究プロジェクトが進んでいて、永久凍土が溶け出しているということが分かりました。それでは富士山は、富士山頂付近の永久凍土を観測している筑波大学地形学研究室により、地表付近の温度は気温と同じように上昇していることが分かってきました。1980年代から2000年代にかけて、気象庁が山頂で観測した気温は平均的に見ると0.7度上昇しており、永久凍土帯の下限付近では永久凍土の融解が進んでいるのではないかと見込まれています。他にも富士山では古くから田植えなどの農作業を始める時期の目安とされ、その年の天候や吉兆も占ったという残雪の形、農鳥の出現が不安定になっているなど、気候変動の兆候が見られます。気候変動による温暖化が進むと、北極圏では永久凍土の融解によりメタンが増加し、温室効果がより深刻になると予測されています。富士山では永久凍土が融解することで大沢崩れなどに土石流が発生する可能性も危惧されています。ただ美しい富士山を楽しむだけではなく、私たちは地球温暖化防止のためにできることを考えていかなくてはならないのです。